や、ついに登頂日絶好。ものすごくいい天気。すごいこれ。さあ今日はついに登頂日。登頂日。しかも近い。もうあそこですよ。エベレストのベースキャンプから ABC に行くより断然近い。エベレストとベースキャンプから ABC は20キロ。ここは5キロということです。ネクストキャンプに行くようなもんですね。おーい、ナイスデイですね。ナイスデイです。めちゃめちゃいい日だ。いわゆるデナリのここはフットボールフィールドです。今この明るさで今何時だ?6時です。渋滞中。はあ、着いた。あとちょっとで頂上です。これ最後の稜線だね。あれが最後の稜線です。デナリ。いやーよかったよ本当に。マジで本当うざい仕組みばっかだけど、やばい無風ですよ。すごいな無風だ。やばい、ありがとうございます神様。ああ本当によかった。あとであそこで山頂。ああすげえなこれ。最高の天気の中登頂です。デナリ最高の天気。登頂ということでこれからやりましょう。このぐらいの距離で大丈夫？はい。He's gonna be naked. Naked. リアルクレイジー。リアルクレイジー。だわだわ。ちょっとね。はい。ナイス。あっちが山頂です。すみません。これ高額ですよね。ええ、高額です。ナイス。よし。ナイス。すみません。あと1個。はい。逆さですね。ありがとうございます。ちょっともう一回かけてください。これは置いといて僕のカメラで。別に回りっぱにしてもいいですよね。ええ、大丈夫です。皆さん、これはめったにない。いや。ラブ地球。オッケー、グッド。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。これは。消しました。消します。やべえぞ、着いたぞ。うわ。デナリ到着。もう回してるんだけど。いやあ、モトさん、ちょっとすみません。こっち持ってもらっていいですか？あ、そうですそうです。あ、もうちょっとだけ下がってもらっていいですか？多分。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりこ、愛してる。また、まだまだ行くよ。いや、よかったよかった。よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙行かしていただきます。宇宙行かしていただきます。これから。ああ、疲れた。よかった。神様、本当にありがとうございます。やったよ、デナリ。ほんとやっただね。はあ、ほんと、なんなんだこのデナリっていうのは。でもやりました。ありがとうございます。山の神様、天の神様、倉岡さん、本当に倉岡さん。ゴー！雲だな。なんだあの雲。いやでもよかった。本当に運がよかった。ああ、明日ベースキャンプまで帰れるかな。もうでも自分は、登頂させていただいたんでもうあとの願いはもうこれ以上のことは言いません。もうなんか5体何度か安全で帰れるか、自分はもうそれでいいです。はい、よかった。本当だった。すんごいなんか綺麗な雲。やばいですねこの雲。うわかっこいい。はあ、かっこいい雲だな。やばいな。ここはやっぱ天空みたいですね。うわよし、宇宙行くぞ。宇宙行くぞ。よっしゃ、もう行くぞ。これから本気で。すげえ、火星オリンポスさんだ。自分の生きてるうちにオリンポスさんへうわー、こんな感じかな。うひょー、かっこいいね。めっちゃかっこいい。あっちもやばいな。ここはやっぱすごい美しいですね、デナリ。南極よりも感動的かも。エベレストも本当は景色が見えていればこんな感じだったのかな。デナリの10倍いいって言ってましたからね、倉岡さんが。でもまあこの夕日とか朝焼けみたいなのは見えないんじゃないかな。すごいね。うお、すごい、ほんとすごい。めっちゃ綺麗です。うん、ベスト3に入るかも、人生の。宇宙行くぞ、絶対に宇宙に。しっかりとした会社を作って宇宙に行ってやる。テントだ。あれがテント見えました。ベースキャンプじゃないや、キャンプ4が見えました。あそこに。ベースキャンプがじゃねえや、キャンプ4が見えました。14時間ぐらいかな。これを掛け替えがあるからすごい、なかなか時間が渋滞してます。今は、12時ぐらい、深夜の。まああと2時間かかるんじゃないかな。綺麗です、デナリ。今日は高いんですよ、しかも。デナリもっとすげえ寒いらしいんですけど、本当はね。いや、いつも恵まれてる。倉岡さんのおかげですね。はい、倉岡さんと自分の時は一発で同調できます。はい、ありがたい。すげえ綺麗。あれ太陽だよね。今アラスカは一日中日が沈まないんですけど、こうやって夜になるとすごく綺麗です。長い。長い。何時間もこれやってます。すげえ月だ、あれは。多分月だ。あとはもうちょっとで着くかな。キャンプに着くぞ。じゃねえや、キャンプ4だ。うわ、なんて綺麗な世界だ。1時19分、1時19分、11時に多分出たから、お昼の12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、14時間かな。14時間15分くらいの行程でした。エベレストよりかは短かった。エベレスト16時間だったんで、いや絶対に、すっごく綺麗な山ですけど、やっぱりエベレストの方が全然大変ですね。よく引き合いに出されますけどね、デナリ、エベレスト、デナリの方が大変とかね。これデナリが大変なんじゃなくて、デナリを仕切ってるアメリカの会社がクソだから大変なんですね。もっとうまく登れる方法があるはずなので、まあ、自分が山の素人の自分が言うのもなんですけど、倉岡さんはここガイドできないんで、アメリカのガイドじゃないとダメみたいで、倉岡さんのやり方でガイドしたら、もっとパラパンと登ってね、もう時間も多分1週間ぐらいで登れたと思うんですよね。まあいい経験でした。ありがとうございます。すごくいい月です。着いた、はあ、みんな登頂じゃないかな、これ。今日登った全チーム、素晴らしい。神様に感謝だ。本当、神様に感謝です。